一昨年4月からコロナ対策として国が地方自治体に配った地方創生臨時交付金その総額は15兆9760億円使い道はコロナ対策にさえなっていれば原則自由です向かったのは石川県能登町

その費用は2500万円当時は税金の無駄遣いだと日本だけでなく海外のメディアからも日本の街が交付金を使って巨大なイカの像を建てたところがこれで注目度がぐんぐんアップして 観光客が増加。そのコロナの休憩で作ったっていうの結構話題になっちゃって <laughs> で、でそれで一緒に行っ<こ>た感ってきました。なんか多分テレビで見て子供らが行きたいって言ったんで連れてきました <laughs>。<laughs> このイカ見たいって。<laughs> あ、そうなんですね。さらに隣にあるイカの駅ではイカキング人気で。 年間の利用者が1万人も増加。